JR 北海道内部工場で救援車として留置されている時2万5000側板が撤去されている。国鉄時2万5000系貨車は1966年から1976年にかけて製造された日本国有鉄道の無害貨車である。第二次世界大戦終結直後から量産された大型無害車時1万5000系の廃車補充を目的として製作された。 4500両が製造され各地で汎用的に使用されたものの1980年代以降は輸送形態の変化で用途は全時縮小し JR 以降では約800両が承継されたが1991年度から淘汰が始まり現在ではコンテナへの移行や輸送自体の廃止が進行し特定品目に使用される少数が残存するのみである。 各年度による製造会社と、両数は次の通りである。つま板と、あおりとはプレス成形された、対抗性後半、床板に、平ら後半を用いた全高性車体である。1967年生以降の車両には床板に、転動防止用の埋め木を設ける。時長は時15000型より、わずかに軽い約16.2トンで、荷重は1トン増加した36トンである。 これを識別するため、車体に表示する形式称号には、を記号の左上に小書きし、おときと表記される。外部図色は赤3号である。台車は重ね板ネの枕バネ及び密封。コロジ軸受けの軸箱装置を採用した、ベッテンドルフ式の t r 2 0 9系、TR209A 型を用いた。後期製作の車両は枕バネをコイルバネに変更した。 tr213 型 tr213 バイトから1型を用いる。1976年製の車両は、車体の仕様を変更し、外反のプレス後板を廃止平板組み立てとしている。従来車にも平板仕様に改造された車両が存在するが、後期車とは板の振り分け位置が違うため形態が異なる。時2万3000系35トン積圧後半、輸送用車で、 1969年に45両が改造された。車体内部に後半の固定具を発揮備えるが折りとは残されているため外見上は種車とほとんど変わらない。台車、台枠は種車のままである。1986年までに全車廃車。時23,800系35トン席原木輸送用車で1970年に35両が 改造された。側面の煽り戸はそのままに、折りたたみができる側柱が6本追加され、つま板も縦方向に延長されている。台車、台枠は、種車のままである。1983年までに、全車廃車。国鉄時23,900系。 おとき23,910,993年7月25日、黒部駅とき23,900系36トン席、アエンカ海専用車で、1979年から1981年に、かけて30両が改造された。側面の煽り度を撤去し、側面一体型の4分割スライド屋根を追加した。大枠、ブレーキ装置破衝車のものを使用し、 台車も TR209 系のままである。最高速度は時速 75km で、外部塗色は赤3号である。1987年の JR 以降では、全車が JR 貨物に承継されたが、1995年までに全車が淘汰された。や550系除草剤散布車で、線路時期内の雑草防除に用いられる事業用貨車である。 1976年から18両が改造された。煽り道、つまいた、あり陶家を撤去し、新規制作したタンク帯を大枠上に設置した。車両の外観はタンク車に類似する。大枠、ブレーキ装置、台車は種ネ車のものを用いる。補機類として薬剤散布用のポンプ、動力源のディーゼル発電機、夜間作業に用いるための作業灯を搭載する。 外部図書区は黒色である。各地に分散配置されて使用されたが、17両は JR 移行直前に除籍された。1両のみ、九州旅客鉄道に承継され、鹿児島車両所に配置し、桜島から噴出する火山灰の除去に用いられていたが、晩年は動くこともなく、長期にわたって留置された末、2014年3月15日付で廃車され、 背景式となった。時8万軽小細は、国鉄時8万軽貨車を、参照30トン積用型板ガラス専用車。日本板ガラス所有の私有貨車で、時2万2000系の造備車として1973年に2両が製作された。時2万5000型と同型のつまいた煽りとおもつが、塗装は黒で両端に、デッキがあり、台車は、 tr211 系である。輸送中に破損事故をたびたび起こし、旧車となり1984年4月27日に廃車となった。JR 貨物時25000系詳細は、JR 貨物時25000系貨車を参照40、トンセキアエン製工専用車。東方アエン所有の私有貨車で従来使用されていた。 時2万5000系の置き換え用として1999年に12両が製作された。東武時1系、時1841990年10月7日、羽根鶴東武鉄道時1系後期型は、つまいた以外がほぼ同系とされる。時には国鉄線内にも乗り入れていた。1991年形式消滅、秩父鉄道時500系、 カ車1968年製の本形式の同系車。一部は関東鉄道へ譲渡された。かつて単緑色に塗られた花王専用車が存在し、川崎貨物駅から梶ヶ谷貨物ターミナル駅及び八王子駅へ小売店向け洗剤類を輸送していた。用途廃止後も塗装は存続されている。表記作業省力化のため塗装変更時に、 記号番号表基板をマスキングし、当該箇所のみ、赤3号で損置された車両も一部に存在した。近年は定期運用を持たず、不定期に鉄道車両の車輪等を機関区間で輸送していたが、順次、コンテナ輸送に切り替わり、運用を失い、それからの運用は不明である。本形式の上渡車は観光用のトロッコ車両の種車として改造されたほか、 事業用車となった車両も存在する。天竜浜名湖、鉄道2両が2000年以乗とされ、THT100 系、THT200 型となり、トロッコ列車、トロッコソヨカゼ号を用として使用されていた。2007年廃車。長良川鉄道1両が1992年にながら、7型7001となった。2005年廃車。 タルミ鉄道2両が1989年の全線開通の際に、薄積1型として譲渡され、展望車両、薄積ファンタジアとされた。2005年を廃車。佐賀の観光鉄道1991年に、SK100K3 両と SK200K1 両が登場し、1998年に、SK300K1 両が増備された。5両編成のトロッコ。 佐賀方に、で10型を連結、トロッコ、カメオガホは、SK200-1 の,の運転台で、機関車を遠隔制御する。神戸電鉄一両が1989年に、譲渡され事業用車として使用された。登場当初は時501系であったが、1990年には770系771に改版されている。1998年10月31日付で、 敗者。国鉄時2万3000経過者に関するカテゴリー。国鉄時2万3800経過者に関するカテゴリー。国鉄時2万3900経過者に関するカテゴリー。国鉄や550経過者に関するカテゴリー。ありがとうございます。